あ、お名前をまず言ってもらって。岡本陽子です。表町のお肉屋さん。岡本、そうです、はいはい。カルメラのライブ見られたんですよね。もう全然もう最後娘と神戸の今の娘と見ましたよ、はい、中銀前の。そうです、もう最高に良かった。最高ですか。もう最高、もう素敵だった。もう本当にあれにはね感動しましたよ。ありがとうございます。もう来年はぜひねカルメラを呼びたい。もう絶対私議員さんをね市議を使っても呼ぼうと思った。もうぜひ、もう特にさあそこのマンションがあるところ、柳川、はい、あそこにもぜひ呼びたい。ああいいでしょうね。もうあそこにねご自身の席はいらない。もうみんな立ち見でみんな踊ったり、そうもう踊ってもう最高にしたいと思ってるの。うん、もうあれねもったいなかったなと思って。あの中銀も良かったですよ、うん、確かに中銀を見たから私は今思えてる。モグラにも行かれたんですか。いやそれでモグラに行くチケット入れなかった。あ、本当ですか。もちろんですよ。だってあれを見たら絶対モグラに入りたいと思って。ああ、もうあのね数字ファックスの数字もう最高よくてね。 CD を買うときに数字読んでって言ったから、はい、本当ですか。もう本当いやか、もうめちゃめちゃ可愛いんですよお母さん、茶髪にして。うん、ねえ、もうあの子の最高の音楽でしたもん。実はこの前通じ横山来てましたよ。どこで。中野町のコルネットさんっていうオイル屋さんなんですけど、うん、通じと、うん、あのキーボードの子と2人の別のバンドがあるんですよ、サックスとピアノの。来てました。もうぜひぜひ呼んで。今度からご案内します。もうぜひ呼んでください。もっと神戸で部長呼んできます。じゃあ最後にあのカルメラになんかもうぜひ、もう来年はもうぜひね、ぜひね、もう絶対もう楽しみしてますから、はい、いいですか。もう全もう本当岡山の私もメッセージ送りますから、はい、ぜひ来てくださいね、はい、ありがとうございます。